お願いします。フルダグ聞こえますか？はい、聞こえます。ごめんね、忙しいところというか。あ、大丈夫です。お願いします。第三次選考まで来たので。はい。課題のポージングということで。はい。どう、作ってきた？はい、大丈夫です。OK。じゃあ早速見せてもらおうかな。うまいね。ありがとうございます。うん。はい。だポージングの一つ一つの感じはうまい。基本ポーズ以外のポーズも、まあ、バランスは悪くない、はい、うん。ありがとうございます。うん。なかなか良かったです。体もなんか良くなったんじゃないの？前回よりも。ああ、絞れてはきました。うんうんうん。いいですね。了解。はい、じゃあありがとう。第三次選考これ。なかなかインプレッションでした。はい、ありがとうございます。うん、じゃあ最終選考の連絡はまたスタッフから行くので、ちょっと待ちください。はい。今日はありがとうね。ありがとうございます。はい、ありがとう。松尾君、よろしくお願いします。お願いします。どう？ポージング、まあ経験値だからね。あ、でも今回が初めて振り付け考えてみて、うん、めちゃくちゃ難しいです。難しい、まあ、それは難しいと言って、まあ、それだけ取り組んでくれた、ちょっと結果を見せてもらおうかな、早速。はい、おお、あ、ボディーパンツ、あれ、ビルダーパンツなかったんでスパッとやります。いいよいいよ、もちろん。OK です。よかった、すごいよかった。うわ、嬉しいです、ありがとうございます。一個一個のポーズはまだまだ改善できるけど、その組み合わせはポーズの、組み合わせというか流れ、はい、すごくいいんじゃないか。うわ、嬉しいです、ありがとうございます。これはもう教えられてよくなるもんじゃなくて、やっぱセンスっていうのがあるから、その組み合わせのこの、コレオグラフィーっていうのは、うん、いや、それはいいんじゃない。うわ、ありがとうございます。
一個一個のポーズはこれからもっともっと直せるけどな。だけどこの短い期間でこれだけ流れを組んだってことはなかなかよろしい。ありがとうございます。よかったよかった。じゃあありがとう。でこれで第三次選考終了ということで、はい、まあ選ぶ選択ここからまあ第四次っていうのはもうアメリカに来てもらうということになる、けれども、はい、これはまた連絡は YouTube チームから行きますので。わかりました、はい。とりあえず今日はここまでということで、ありがとうね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、貴重な時間ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ聞こえますか？はい、聞こえます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。短い期間だったけれども、どう？はい、しっかり、まあ、準備できたかなと思います。おー、オーケーオーケー。それでは早速 見せてもらおうかな。はい、お願いします。お願いします。いいね、力強い。ありがとうございます。うん、じゃあポーズの、はい、初めてでしょ、これポージングしたの。初めてやりました。初めて。じゃあ初めてのその一個一個のポーズはまだまだ変えられるけれども、はい、流れ的には悪くない。はい、ありがとうございます。ポーズの組み合わせ組み合わせ。だから結構よく見てるね、いろんな人のポージングを。はい、勉強しました。なので良かった、すごい良かった、個性が出てて良かった。はい、ありがとうございます。やっぱりポージングも、まあ、この形で、まあ、基本的なこの形っていうのはあるけれども、やっぱり最終的にはその人その人の個性っていうのも出てた方がいいから、はい、それはそれは良かった。ねっ、猫ちゃんも良かったもう良かったですということで、じゃあ最終、これでもう最終選考なので、次回はアメリカに1回行かないかってことで、はい、スタッフから連絡言いますので、はい、少々お待ちください。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうね。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。失礼します。うん、3人ともいいですね。やっぱり最終選考に残しただけあって、まあ、体はあんまり期待してなかったら変だけど、体もいいですね、3人とも。これはまあ、3人のこの中から変。気持ちは、どうしてもやっぱりこう弟子になりたかったので、そのフリーポーズっていうのを、三次選考の内容がフリーポーズっていうのを聞かされて、まあ、本当にめちゃくちゃ練習しようと思って、もうその練習のことしか考えてなかったです。はい、一応自分が練習してきてその成果は全部出せたと思ってるので、一応やれることは全てやったので、できるとは思ってます。今の気持ちは、そうですね、もう、山岸さんの弟子になりたいっていう、それだけですね。もう今の気持ちは。まず、
本当にこの企画を聞いた時にもう自分の人生変えるにはまあこの企画がもうドンピシャリであったので、もうどうしても受かりたい気持ちでまず挑ませてもらったのと、で最初の書類面接で受かった時に起きたと思って、で二次面接の時に実際に山木さんとお話しして、なんすかね、あの世界のトップの人たちとその話をする機会で、自分の夢がこう目に見えて目標ができて、でそれでも合格来た時にはもう三次面接のためにもうやれることをやろうという気持ちでした。はい、もうできたと思います。まあ山岸さんからも言われましたけど、一つ一つはまだ甘かったんですけど、まあそのフリーや曲に合ったポージングなどに期間が2週間ぐらいあったので、もうゆっくり考えて練習を重ねました。正直他の皆さんがどうかわからないんで何とも言えないんですけど、もう合格したいです。本当にもう本当に何でしょう、なんか夢をなんていう夢にやろうか、うまく言葉にできないんですけど、とりあえずもうここまで来れたんで、もう自分を褒めたいと思います。そうですね、率直にめちゃめちゃ嬉しかったです。はい、まあ、もう本当に全部出し尽くせたかなと思ってます。はい、自信はもう 100% あります。絶対行きたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。そうですね、本当にこんなチャンスはめったになかなかないと思うので、もし行けることになったら、あの自分の目標はもちろんそうですし、まあ、その他のあのトレーニーの方にもいい影響が与えられるような、まあ、そういったこう人になれるように頑張りたいと思います。お願いします。古田君、はい、おめでとう。 ありがとうございます。あんま驚いてないね。いや、めちゃめちゃ驚いてます。めちゃめちゃ驚いてる。おめでとう。はい、うん、ということで第1回弟子企画、はい、選考通ったということで、古田君が第1号、まあ、第1号の発表だな。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。うん、期待してますというか、 で実は100人以上応募があった中で、あの、まあ、古田君を選んだ理由というのは、はい、まあ、あのでさっきも言ったように100人いて、100人がみんなすぐにプロという人がいなかったわけ。その中でもだけど古田君を選んだのはやっぱり計画を持ってきたってこと、はい、うん、やっぱりそれは俺が気に、あのものすごく気に入ったってらへんだけれども、印象に残った、はい、であともちろん体もそうなんだけれども、将来性ということでやっぱりその目標がしっかりしてる、はい、ってところがやっぱアメリカに来て目標が、まあ、俺のところに来たらどうなるかなるだろうという人がまあ正直言ってほとんどだった中で、まあ、自分でもうもし俺がなくても一人で生きてもできるなと俺は思ったので、はい、ピックアップしました。ありがとうございます。うん、ということで、まあ、あの古田君だけで他にも合格している人がいるので、来年コンテンツ出ますよと、俺と一緒にトレーニングして出ると。はい、お願いします。ということで、それだけ一応覚えてて。はい。うん、ということで、まあ、あの第1回弟子企画、記念すべき第1回弟子企画の合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい。松尾君、はい、おめでとうございます。お、本当ですか。ありがとうございます。で、俺があの、まあ、合格した実はね100人以上今回応募いたの。本当ですか。その中で、まあ、うん、あの松尾君をピックアップさせてもらった理由は、ピックアップした理由はあのね、はい、将来性のある人を伸ばすということを、まあ、もちろん100人もっとそれ中でも将来性ある人いたんだけれども、あの松尾君が弱ったのはやっぱり計画性を持ってきてた。これあの他の、まあ、今回あの他にも合格者いるんだけれども、やっぱり共通 の俺が気に入ったところはやっぱり目標を持ってきたと。アメリカにとりあえず行けばいいということじゃなくて、やっぱりあのそれアメリカに俺がいなくてもアメリカに来ても成功する、まあ、どこにいても計画を持っていけば成功する
というところが見受け俺から見えたので、それでピックアップしました、うん、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。頑張ります。本当にも、はい、期待します。はい、はい、ありがとうございます。豊田さん、はい、おめでとうございます。はい、合格です。ありがとうございます。合格ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。合格すると思った。いや、そうですね、まあ自信はあったんですけど、いざ直接言っていただけるとすごいあのびっくりしたというか、びっくりが先に来ました。はい、100人以上いたからね今回。はい、その中であの俺があのいいというかあのピックアップした理由は、はい、まあ、もうビジネスやられてるので、あの合格した人に共通してたのは計画性があったと。はい、なので、まあ、将来まで見えてると。とにかく、まあこれから、まあ、将来的にプロになる、プロになる、プロカードを取るということで、まあ、そんな中でも、はい、突出して計画性と、やっぱり、まあ、はい、もうさっきも言ったけどビジネスやってるということで、期待できるということでピックアップしました。ありがとうございます。はい、まあ、コンテスト今まで出たことないってことだけども、コンテスト出るのね、来年俺と一緒に。はい、絶対出ます。はい、うん、とりあえずおめでとうございます。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。嬉しいです。ではここでね、他の合格者とも顔合わせをしてもらいたいので、はい、ちょっとこのまま待ってもらって、はい、第1回弟子企画3人合格者おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、3人ね。で今回、まあ、みんな一人一人に同じこと話したんだけども、だから YouTube でも同じこと繰り返しになっちゃうんだけども、やっぱり3人とも俺はビジョンがあったってところがね、ピックアップした理由で、まあ何回も繰り返しになるけど、すぐにプロっていうことは ない。これからもう山あり谷ありというかね、これから俺はどん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 、まあ、下から上がって強くなっていってほしい、ね、だからすぐプロカードっていうことはもちろんプロ、最終的にはそこはプロ目標なんだけれども、そこから逆算していって、どこでどこでどういうコンテストでどう体を変えていくのかというところからね、これから長いプロというと、プロカードも一番長ければ長いほど俺は実力もついてプロになってすぐ活躍できる選手になると思うので、まあまあその一つの、あのまず最初の一歩として 俺がどれだけお手伝いできるかというところだと思うんだけれども、まあ一人一人言ったけれども、来年ね、2022年コンテストにね、それぞれ、まあ、同じコンテストなのか違うコンテストなのか分かんないけど、アメリカになるのか日本になるのか、それとも他のどっかの国になるかも、これも分かんないけれども、一つ目標を決めてそれに合わせて一緒にトレーニングしていくと、それだけは、まあ、それだけ確かなことで、まあ、時期とか、期間とかね関してはこれから、個人のその目標に合わせて、動かして、あのこれから計画していくということだけれども、まあ、とりあえず本当に おめでとう。あの100人以上いた中で、ね、3人ピックアップするの、たあの簡単じゃなかったけれども、まあ、あの思ったよりやっぱり3人突出してたので、あの、まあ、この中ではエリートということで、まあ、まずは自信を持って、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、3人ともいいですね。やっぱり最終選考に残しただけあって、まあ、あの体はあんまり期待してなかったら変だけど、体もいいですね3人とも。これはまあ3人のこの中から変、やっぱり3人合格になるのかな。そうですね、3人合格にしたいですね。ここは3人ともぜひやりたいですね。最初からトラブルが出るってことは俺予想したんだけど、まさかこれこんなすごいトラブルが起こると思わなかった。一人がなんと来れてない。